ごめんね、忙しい時、すいません、はい、すいません、ありがとうございます。はい、よかったですね。関係ないじゃん。よかったですわ、ほんなら大丈夫だ。はい、まあ、だから本人通報で山田だけバンだったのは、うん、機長君は全然来てもらってもいいから通報せえんかったけど、でも山田はちゃうから通報して山田はバンだったみたいな、うん、うん、そういうこと、うん、皆さん、生さんが自転車乗ってますよ。生さんが自転車乗ってると思う人はナイスよろしくお願いします。レアです。レアですよ、スーパーレアです。なんてこった、自転車ですよ皆さん。生さんが自転車乗ってます。自転車に名前とかあるんですか、生さん。え、自転車に名前とかあります？ない。ないです。皆さん、自転車に名前をつけてあげてください。自転車の名前、サイクロン Z、 サイクロン Z です。皆さん笑うんじゃないよ、笑うな。サイクロン Z です。皆さんかっこいいです。かっこいい。サイクロン Z、 素晴らしいと思った人はナイスよろしくお願いします。よろしくお願いします。サイクロン Z です。後ろ乗りたいはダメです。道路交通法でダメです。後ろ乗せれません、さすがに。なんかないですか皆さん、これ言ったらナイス増えるんちゃうかみたいな、ちょっとみんな教えてもらっていいですか。思いつきません。これを言えっていうのないですか、ナイス増えるような。魔法の言葉ください。藍沢光輝が苦手な方、右下ナイスお願いします。増えますかね。いつからスタート？1728です。1800いくんじゃないか。行きますかね。どうですかね。藍沢光輝さん苦手な方はナイスよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、増えないっすね。なんで固まっちゃってる？いや、固まってないです。ちょっとだけは増えたんですけど、なかなかいかないっすね。なんで？まさにコメント読んで、はい、すいません。すいません。すいません。見えてたけど読んでなかった。ごめんなさい。ごめんなさい。多分ですけど、あれですよね。機長さん、相沢さんと、海沢さんに謝ってる。機長、相沢と通話中。らしいです、瀬さん。ズブズブ？まゆちゃん嫌いな人の方が増えた。それはダメだよ。あ、じゃあいじめになっちゃうよ。全部まとめて、ふわっちに嫌いな人がいる人ナイスよろしくお願いします。全部ひっくるめていきましょう。弱いな。弱いっすよね。心をくすぐらないっすよね。ああ、政治が嫌いな方ナイスお願いします。セダン、それ好きな人外しちゃいますよ。いや大丈夫、好きな人はそのままで。好きな人はそのままで、うん、政治が嫌いな方ナイスお願いします。1800いくんじゃない。お、うん、増えましたね。ゴンと増えたっしょ。ほらゴンと増えたっす。1800いくよ。え、ほら政治嫌いな方ナイスお願いします。あれ、ほら嘘だろ。ほらあれ
政治が嫌いな方はないです。うわ、いった1800。嫌われてるわ。なんでなんすか。わかんない。そうだろ。なにこれ、相沢さんより増えましたよ。意味わかんない。これスーさんでもしかして相沢さんより嫌われてるんですか。アンチ多い、もしかして。あれ、僕のアンチの、アンチの方、アンチの方いますか。カタカナのよろしくお願いします。アンチの方なんだったら1800からまだ伸びてんすけど。嘘やろ。はい。俺アンチ多い。そうだろ。めちゃくちゃいるやん。嘘でしょ。めちゃくちゃいるアンチ。これ人気者じゃなかったの。いや、アンチが多かったの。俺完全人気者。人気者じゃない。嘘。そろそろもうやめてください。やめてください。傷つきます。やめてください。やめてください。まあ、せやん、嫌いでやってみよう。いくついった。ね、1835まで行きました。うわ、はい、100ぐらい増えた。100まではちょっと言い過ぎですけど、でも50以上は増えてます。マジで。はい。クレープでも食うか。はい。甘いっすね。え、甘いのいいっすね。クレープ。今クレープ食べたい方、ナイスよろしくお願いします。クレープ食べたい方、ナイスよろしくお願いします。服買いに行けんの。ね、まあとりあえずいいや。もういいんじゃない。服はあるでしょ。まあ、ずっとこれ着ようかなと思ってます。そうでしょ。はい、これとあとアロハ、アロハっていうんですか、あれ、うん、あるんで、はい。デニムがね、うん、全部縮んじゃったんすよね。なんで。クローゼットずっと入れとったら、うん、縮んじゃったんすよ。なんかボタン閉まらんくなって思ったんすよ、腹んとこの。太ったんじゃない。え、足とかパツパツになったんすよ。太ったんですよ。縮んだんちゃうんすか。縮んだの。リスナーさんはクローゼットにずっとズボン入れたら縮むよってコメントしてくれました。そうなんだ。履かなきゃダメなの。履かないとダメみたいですね。たまに出してあげるとか。はい。なんか買う？ジーンズ。まあまあ、とりあえずクレープ食べますか。クレープある？ですね、僕ね、うん、ちょっと待って、三角公園とかも思いつけへんし、かき氷は好きですか？かき氷は好きだけど。ああ、でもだけどって感じですね。クレープ見当たらん。ありそうだけどね、ここにあると。まあ有名なんで言うと、揚げパンの中にソフトクリーム挟んだやつとかもありますね。三角公園ね。あるね。はい。チョロスは。チョロス。おお、チョロス閉まってますんで。そこ違うの。え、あ、そうなんですか。どれですか。あれ。え、これ。あれ、奥に見えない。あ、見えます。あれ違うの。これ多分看板だけ。バスケットボールって何だ書いてますよ。違うの。全然違いますね。あ、バスケットで行くの。違いすぎて全然分からなかったっす今。これチェロス思いつくみんな。だって違いすぎて全然分からなかった。バスケットボール。バスケットボールだ。見たいですね。一回やってみたいですね、今度みんなで。スリーコートです。ほうほう。バスケが撮影、イベント、フリマ、遊びに、使い方あるらしいです。はい。撮影もいいんじゃないですか。できる、撮影。え、めっちゃいいじゃないですか、じゃあ。うん。予約はこちらから。はい。料金は書いてない。書いてないっすね。24時間、4日の。はい。バスケで。バスケットボールいっぱいある。ちょっといいですか、一回落ちても。あ、ごめん、ボールいっぱいありますね。あの奥にコートがある。おー、なるほどなるほど、そういうことですね。それもやってないね。やってないですね、でもね。やってない。まあまあ、かもしれないですね。はい、まあ、言うて平日ですしね。
プラチナプラス取ります。はい、プラチナプラス取ります。あ、すいません、車が来ております。せいさん、せいさん守ります。せいさん守ります。プラチナプラス取ります。行きましょう。すいません、ナンバーワン通ります。開けてください。ナンバーワンです。 MVP 通ります。すいません、開けてください。申し訳ございません。どいてください。すいません、道開けて。どいてください。道開けて。ナンバーワン通ります。どいてください。すいません、通してください。どいてください。道開けて。ナンバーワン通ります。通りますよ。プラチナプラス。どいてください。通りますよ。ナンバーワン通りますよ。ナンバーワン通ります。高額納税者通りますよ。高額納税者です。通ります。え、結局どうします。揚げパン、ソフトクリーム。 OK です、わかりました。信号赤ですね。すいません、すいません、ください。出しゃばっちゃいました。それか、あそこにゴンチャがあるけどね。あ、ゴンチャですか。ゴンチャ行くか。ゴンチャ行くんですか。ゴンチャ好き。行きましょう。ゴンチャ、はい、好きです。はい、ゴンチャ好きだから。ゴンチャ好きです。なんやったら昨日も飲みましたからね。本当。はい、ゴンチャ、ゴンチャ。はい、すいません、通ります。通ります。ナンバーワンですよ。通ってください。まさん、このパンツ似合うじゃん。これ買ってやろうか。ありがとうございます。セットアップ、これ。はい、ありがとうございます。これ、はい、これ見せて。はい、これ、セットアップいいじゃん。あ、どうセットアップですか、これと。はい、戦艦ヤマト。あ、戦艦ヤマト。はい、これと、この迷彩でもない。2000円。ああ、なるほど。はい、安い。ああ、ほんまですね。うん、はい、めっちゃいいよ。なるほど、なるほど。あ、すいません、めっちゃ安いよ。あ、失礼します。すいません。はい、大丈夫です。お、ハロウィン仕様なんですね。あ、本当ですね。ハロウィン仕様。ハロウィン仕様です。皆さん。クックはトリート。クックはトリート。ほら、大きいかぼちゃ。ここに。どうですか？うわ、ほんまや。大きいかぼちゃ。うわ。ナイスお願いします。ナイス、よろしくお願いします。皆さん、トリックナイスアスリート、トリックアスリート、よろしくお願いします。ハロウィンアイテムお願いします。よろしくお願いします。お、いいっすね、絵になってます。はい、あ、スクショお願いします。皆さん、スクショよろしくお願いします。ハッシュタグセイゼットで、あ、トリックアトリートプレゼントしました。ラスコイ、ありがとうございます。センキュー、ありがとうございます。ハッシュタグ CZ で、ツイッター、インスタにどうぞ。隠れかぼちゃ。あ、隠れかぼちゃです。皆さん、こちらね、隠れかぼちゃです。生散歩。はい、わかりました。ここで。あ、ここで、はい。ここでいいよ。あ、ここで、はい。ここで、ここで、映していいですか？ね、あの、大阪にしかないから。あ、そうなんですね。地方の実際さん、びっくりするよ。はい。これ、ゴンちゃん。ゴンちゃんと申します、こちら。もうこれ、大阪にしかございません。大阪にしかない、有名な、あの、飲み物屋さんです。札幌にはございません。滋賀にもございません。やめてください。間違った情報より正しい情報。古い古いと言いますが、古いです。結構前からあります。神奈川にはございません。沖縄にもないです。間違った情報より正しい情報。嘘の情報はやめくださいね。東京にもないです。愛知にもないですね。ないですね。そうですね、うん、そうです。あんまり店をガーンと映しすぎるのもあれなんで、じゃあこの辺で、この辺でね。